こんにちはヴィンンンテーーージコピュタチャネル今回は第115回となりました先週はですね iPhone7 の発表があったわけですけれどもヴィンテージコンピューターチャンネル申し訳ありませんがお休みとさせていただきました。まあ、と言いますのもですね えー、iPhone7 関連の情報が次々に入ってくるもんですから、まあ、その情報収集とね、えー、それがどういう意味を持つかというのを、えー、いろいろね、えー、解析しながら、えー、皆様にも情報をアップするということでですね、まあ、そういう最新情報をアップするということに関しては、えー、やはりねブログのテキストの方が、えー、適しているということで、えー、先週は お休みとさせていたただきました、えー、そこでね,でねもう iPhone7 の発売まで、えー、こちらのアメリカではですねあと2日と、えー、迫っているわけなんですけれどもちょっとね、えー、ここでね、えー、一旦まとめてみたいと思いますはい、えー、まずね、えー、iPhone7 一体何が変わったかというところを見てみますとえー A プロセッサーそしてね、えー、容量ついに 256GB きました3 2 1 2 8 2 5 6あのこの最低容量3 2ギガというのはですね、まあ、非常に良かったんじゃないかと思いますね1 6ギガだと本当にねあっという間に えー、ライトユーザーでもあっという間にパンパンになっちゃいますんでこれはねあまりよろしくない仕様だなと個人的には思ってたんですけどもまあ32あればライトユーザーにはね、えー、十分な容量じゃないかと思いますんで、えー、この変更は良かったと思いますそしてね、えー、そして、えーね、ハイエンドユーザー 256GB こちらも注目ですよね。 えー、そして、えー、防水ついにねいにね噂通りですけれどもヘッドホーンジャックが3 5ミ、mm、リのヘッドホーンジャックが廃止となりライトニングコネクターでヘッドホンを利用するという形になりました。 えー、そして、えー、カメラの性能が大幅アップということで,ですね、えー、特にセブンプラスはデュアルレンズの採用でですね、えー、なんと高額 ズームにも対応ということで高額2倍デジタル5倍合計10倍まで対応するということで,ですね、まあ、この高額ズームがないというのがですねコンデジに対して、えー、iPhone7 ちょっと負けてるかなと、まあ、それ以外のところはねまあほとんど遜色ないところまで来てるなという感じだったんですけれどもまあこれによってですねもう本当にコンデジかなり必要な場面というのはねなくなってくるんじゃないかなというふうに思います。 えー、そしてね、えー、日本の皆様で、えー、忘れてはならないのがついに来ましたフェリカ対応ということでね、えー、早速10月には Suica に対応するということでですね日本にもついに ApplePay が導入されるということとなりましたはいえー、といったあたりがですね、えーまあ、i p h o n e 系のサイトなどでも、えー、よく ね、話題になっているとこですけれどもヴィ、えー、ンテージコンピューターが一番注目しているとこは、まあ、そこじゃないというところでですね、えー、最強の iPhone7 は7ム,ムフリーはどれだということでですね、えーまあ、これまでね、えー、もう iPhone5 以来ずっとね最強の i p h o n e 7シムフリー、まあ、ほぼ文句なしの、ね、モデルというのを えね、決定して今皆様にお伝えしてきたんですけれども、まあ、今回はですね、えー、ちょっと文句なしというのは残念ながらありませんはいえー、でちょっと文句をつけながらの最強というところですね今回は考えることになりました、えー、まずその、えー、注目の日本版モデルなんですけれどもね えー、こちらは A1779A1785 モデルということで、まあ、CDM にも GSM にもおー対応してると、まあ、もちろんね日本版ですから日本での利用にはね一番、えー、便利なように作ってあるんですけれども一つ大きな欠点が、まあ、皆様もご存知だと思いますけれども、えー、カメラのねシャッター音が消せないと。 これがね日本以外の仕様ですとシャッター音を消したりあるいはねシャッター音のボリュームを小さくしたりとういうことができるんですけれども、まあ、これができないということでですね、えー、ちょっと静かなところでの、まあ、あの仕様上はね最大音でシャッター音が鳴るんですよね日本の場合でこれを調整ができないということになりますのでちょっと静かなところでの撮影ができないとかねあるいはね、えー、動物とか虫とかを。 撮影すすするるしようと,するとですね1回目はいいとして2回目はもう逃げられちゃうというようなことにもなっちゃいますのでこれがどうにもね、えー、残念だという方まああの私が当初予想してた以上にね、えー、大変多いということで、えー、米国版の iPhone をお求めの方非常に多くいらっしゃいます。で、えー まあスプリントとかがですねソフトバンクの参加という関係からということも多いと関連してると思うんですけどもこれまで必ずねスプリント版は日本版と同じモデル、まあ、それに乗、えー、っかる形でね まあ、ベライゾン版、同じ CDM の MA のベライゾンなんかもまあ同じモデルであることも多かったりしたんですけれども、まあ、今回はフェリカ対応があるということで、ですね日本版は、えー、専用モデルということになりました、まあ、つまりね、フェリカは日本モデルにしか対応していないということになっちゃったわけなんですね。はい えー、ということで、えー、周波数の上からですね、えー、この日本版に近いものを探すとですね、えー、A1660A1661、まあ、ベライゾン版そしてスプリント版あなどが、えー、に該当する、えー、モデルと いでことにの 1.5GHz 体いと,いと,というのはね、えー、まあちょっと日本独自の周波数だったんで、えー、これまでねまあワールドワイドの iPhone には採用されて、えー、来なかったんですけれどもこれがね えー、最近国際周波数に昇格したということで、えー、iPhone でも採用される運びとなりました、えー、ただですね、えー、まだ採用さ,されたばかりで、まあ、日本以外では使われてない周波数ですのでね今回日本版のみに採用ということで日本版は 1.5GHz 単位に対応と。 えー、はです、ね、ただまあこの1.5ギガヘルツ体というのはね当然 iPhone6S 日本版なども対応してないんで、えー、まあこれがね、えー、こういうねあのプラチナバンドとかいうような類のものでもありませんので、まあ、これの差というのはねそんなに大きくないんじゃないかというふうに考えております。 はいえー、そういうわけでね、えー、やっぱり、まあ、1.5GHz 単位はまあそんなに大きな問題じゃないとしても甚、えー、ははだ残念なのはあアメリカ版海外版はフェリカ非対応ということでね s u i 使おうと思っても使えないということでこれどうしようもないのかというと実はどうしようどうにかなります、はいはいえー、同時に発表されました アッップルチシリーズはい、えー、こちらもフェリカ対応なんですね。はい、えー、というわけで iPhone5 以降のこういうねフェリカに対応してない、えー、6とか 6S でもね、えー、ものと組み合わせてアップルウォッチシリーズ2を使ってもですね、えー、フェリカが使えるということなんで、えー、これね、えー もちろんこのの米国版のまあスイカで使えるということを考えるとねまあ、えー、こう,こう改札通るときねこ,こっち側に左手につけてるとこっち側にねやらなきゃいけないということで、まあ、ちょっとねそういう体勢練習する必要もあるかもしれませんけれどもまあ iPhone みたいに取り出す必要はないということで、えー、まあうまくね体をひねればこっちの方が便利かなと。 いうような気もしますのでアップルウォッチ2、えー、ご購入予定の方にとってはですねこれもお大きな問題にはならないんじゃないかなというふうに思っておりますはい、えー、あと一つですね、えー、現時点で最大の謎が技的ですはい、えー、まあこれまでね、えーまあ、日本版と同じモデルには必ず 技的がついてきたということなんですけども今回は日本版は専用モデルということでね今回周波数上、えー、おすすめとなるベライゾン版スプリント版の A16601661 についてはですねどうなるかわからないと、えー。いや別モデルっていうことはつかないってことじゃないのと言いますとねまあ現時点では必ずしもそうなるとは 断言できななないいんじゃないかなというふうふに思ってます、まあ、と言いますともね、えー、iPhone6S の米国公式シムリフリー版、まあ、これね AT&T と同じモデル A1633A1634 なんですけども、えー、これはね日本モデルとは違う、まあ、北米専用モデルなんですけれども、えーねえー、ちゃんと擬的がついて、えー、きました。 これやっぱりねワールドワイドで使う SIM フリーモデルと同じモデルだからかなというふうにも,、えー、いうふうにも考えられますよね。えー、で今度米国版の SIM フリーはどうなるかというとこれはね えー、米国版なぜか毎度のことながらね発売が2ヶ月ぐらい遅れてますんで、えー、断言することはできないんですけれどもまあ、あのー、今回おすすめのね A1660A1661、えー、ベライゾンスプリント版とね同じモデルになるんじゃないかというふうに予想しております。まあ、そういったことからですね、えー、シムフリー、えー えー、擬摘ついてくるんじゃないかなというような予想もありますけれども、まあ、SE のシムフリー版ではついてこなかったということもあってですね、えー、ちょっとこれは今のところまだ謎に包まれております。まあ、これね、えー、ヴィンテージコンピューターでは発売されましたら発売されてね、えー、入手できましたら早い段階でね確認したいと思ってますので是非、えー、ね えー、そちらあ注目していただきたいと思います。はいえー、というわけでね、えー、iPhone7、えー、7プラス発売2日前ということでですね、まあ、ヴィンテージコンピューターではすでに数日前から、えーこれね、条件付き最強モデルのおベラインゾーバンとス,スプリント版、えー、こちらの、ね、予約販売開始しております、えー。ただし先ほども申しましたように、儀、えー、的の有無がまだ判明しておりませんので、儀、えーまあ、的なしでもね、 まあ大丈夫というお客様のみ、えー、ご注文いただくよう今のところおご案内しております。まあ、これね、えー、分かり次第また発表してまいりますんで、えー、そちらもね、えー、やっぱり技的がというお,お,お客様はねそちら確認の上ご検討いただければと思います。 はいえー、そしてね、えー、このね、えー、おすすめのベライゾン版とスプリント版 A16601661 なんですけれども、えー、キャリア契約なしで買うというのはですね、アップルストア店頭一択、店頭のみに限られます。まあ、たってね、行列に並ぶしかないと。で、一部報道ではですね、今年は去年のような、 えー、予約はないんじゃないかというような報道がされましたけれどもどうもね、えー、やるみたいです。えー、ということでね、えー、ヴィンテージコンピューターでも万全の体制で、えー、臨みたいと思いますけどもね、まあ、予約予約でねまたいろんな制約があったりして、えー、大変ということもあってですね。えー これ明日から予約受付開始なんてヴィンテージコンピューターもですね、えー、いよいよ本当にね、えー、気合を入れて総力を結集してね端末の加工に努めたいと思いますので皆様ご期待くださいはい。それでは来週までさようなら